武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それではですね、富山大学の生物の勉強について話していきたいと思います。こちらですが、時間90分で大問5題出題されています。こちら2015年時点での出題なので、実際は大問6題で1題選択で計5題という形になっています。で、出てる問題の難易度自体はですね、正直そんなに難易度は高くないです。ただ論述の問題が数が多くて、それなりに長いのもあるということと、そもそも時間90分で大問を5個解かなきゃいけないということが、あるので、論述以外の部分は割と知識だけでも解けたりとか、計算もそんなに難しくない、標準的な、もの一冊、理系標準問題集などですね、仕上がっていれば十分対応できるものではあるので、そんなに難しい練習しなくてもいいんですけれども、論述対策だけはしっかりやっておいた方がいいかな。寸大の論述対策の生物の参考書ですねなどを、しっかりやっておくなどして、まずちゃんと論述かけること、そして基礎の取りこぼし、しないこと、ここを徹底的にやるようにしてください。で、割とその図がかなり出てくる、問題構成にはなってますので、図を見ること、図から情報を読み取ることが、結構できていないとちょっと解きづらいかなというふうにはなっています。で、意識しておくこととしては、やはりその他の理科と同じくですね、センターの傾向のままで挑まないことですね。特に記述論述に関しては結構練習しないと、この量を時間内に終わる、しかも減点されないでってなると、結構やっぱり対応してないと難しいかなと思いますので、そんなに難しいことじゃないけどやってないとできないことが出題されると思って、しっかり対応していくようにしてください。難しいものをやるんじゃなくて、形式に慣れるということに意識を向けてやっておきましょう。以上が富山大学の生物の勉強となります。